皆さん、日本のお正月と台湾の旧正月、何が違うか知っていますか？今日は日本のお正月と台湾の旧正月について話をします。作チェ・モモカ、語ジャクセン、コウ・ショウリン、エ・コウ・ショウリン。日本の学校は毎年12月の終わり頃から1月の初めまで冬休みです。日本ではこの冬休みの時期に多くの人が外国へ旅行に行きます。レイコは日本の中学生です。彼女の家族は今年の冬休みに台湾で新年を過ごすことにしました。レイコのおばさんは台湾人と結婚しました。20年くらい台湾に住んでいます。そこでおばさんのところに遊びに行って、ついでに高校生のいとこのメイさんと日常生活について話したいと思っています。メイさん、明日の夜台北101の花火を見に行こうと思ってるんだけど、一緒に行かない？いいよ、楽しそう。私思うんだけど、台湾の学生はいいよね。2回もお正月休みがあるんだもん。違うよ。台湾の本当のお正月は旧暦の春節で、国暦の1月1日は中華民国の開国記念日なんだよ。そうなんだ。新年といえば、日本と台湾の習慣はたくさん違いがあるよね。レイコ、面白い新年の行事について話してみない？例えば、日本では元日から2日目の夜にかけて見る夢を初夢って言って、一富士、二鷹、三なすび、この3つが出てきたら一番縁起がいい初夢なんだよ。どうして？メイさんはこの3つにどんな特別な意味が含まれているのか疑問に思いました。日本で一番高い富士山を夢で見るってことは運勢が一番いいの。あと、富士の発音富士と平穏という意味の無事の発音が似ていて、新しい1年がうまくいくって意味なんだよ。へえ。それじゃあ、鷹とナスビは？鷹は元気で勢いがあって高く飛べるという意味で、ナスビのナスの発音と物事を達成するの意味のナスが同じ音で、願望や夢が叶う意味があるんだよ。私は欲張りだから鷹になってナスを加えて富士山の上を飛ぶ初夢を見たいな。それじゃあ、夢が全部実現するいい一年になるかもね。メイさんとレイコは台湾、日本と分かれて住んでいますが、毎年決まって年賀状を送り合っています。そうだ、思い出したんだけど、去年の年末にレイコが送ってくれた可愛いしめ縄、お母さんが言ってたんだけど、日本の新年に飾るものなんだってね。玄関のドアに飾ると悪いものが入ってこないようにするものらしいね。そうだよ。毎年12月の末にみんな大掃除をして、その後玄関にしめ縄をかけるんだよ。あと、松と竹で作った門松も一緒に飾るよ。こうして神様を家に招くの。日本人は新年の飾り付けをするのに
好んで28日を選びます。それは8の漢字が扇の形に似ていて下が広くなっているからです。日本語で末広といって子孫繁栄、商売繁盛の意味があります。反対に29日は避けます。それは29と29の発音が同じで困難が倍になるという意味があり良くない感じがするからです。あ、忘れてた。家のリビングにも鏡餅も飾るんだ。鏡餅？うん、鏡餅はね、2個の丸くて白いお餅を重ねて置いたものなの。一番上には代々かみかんを乗せるんだよ。ねえねえ、日本ではお正月の時にどんな遊びをするの？お正月といえば、お正月の歌っていう童謡があるよ。こんな曲だよ。もういくつ出るとお正月、お正月にはたこあげて駒を回して遊びましょう。早く来い来いお正月、もういくつ寝るとお正月、お正月にはまりついて追いバネついて遊びましょう。早く来い来いお正月。聞き終わった後、メイさんは拍手をして言いました。日本らしい曲だね。昔からお正月に子供に遊ばれているのはたこ揚げ、こま、まりつき、あとは追いバネで遊んだりするよ。へえ、たこ揚げとこまは台湾にもあるよ。でも追いバネって何？木の板を使って羽を落とさないように打ち合うの。バドミントンに似てるね。もし羽を地面に落としちゃったら罰ゲームで顔に落書きをするんだよ。え、本当に？去年のお正月はお母さんがレストランで日本のおせち料理を予約したの。漆器の箱で一つ一つ料理が入ってて、見た目はすごく綺麗だったけど食べたら全部冷めてたんだよ。そうだよ、日本はお正月に冷めたおせち料理を食べるの。お正月は主婦もゆっくり休みたいから先に料理を全部準備しておくんだよ。だから保存しやすい料理になってるの。私、黒い豆と卵焼きが好き。私も黒豆好き。豆は健康、真面目に仕事をするっていう意味があるの。だから黒豆は新しい1年に勉強や仕事がうまくいきますようにってことなの。じゃあ卵焼きはどんな意味があるの？正確には伊達巻きっていうよ。戦国武将の伊達政宗がすごく大好きだったんだって。見た目もすごく綺麗だけど重なっている見た目が書簡にも似ていて白式という意味があって、原料に鶏の卵を使っているから子孫繁栄の意味もあるの。見て見て、今年は台湾でお正月を過ごすからおばあちゃんから先にお年玉をもらったの。メイさんはレイコが持っている白い小さな紙の袋を見て突然大きな声で言いました。あ、
この前韓国ドラマで見た。韓国と日本って同じなんだね。お金を白い封筒に入れるんだ。そんなに驚くこと？日本はお年玉も人にお祝いのお金を渡すときもいつも白い封筒を使うんだよ。それは白色が神様の色で綺麗であることを意味するからなの。そうなんだ。韓国もそうらしいよ。でも台湾は年越しやお祝いの時には赤い封筒を使うんだ。白い封筒は人が亡くなった時に使うから気をつけなきゃ。そんな違いがあるんだね。それからさっき玲子が言ったおせち料理だけど、台湾では温かいものを食べるの。大晦日の夜にね、家族みんなで集まっておせち料理を食べるんだよ。魚料理は年年有余って言ってお金が貯まるという意味があって、鶏肉を食べるのは台湾語で鶏と家が同じ発音だから家族円満という意味があるの。でもね、今の人たちはそういうのを古臭いと思っているから、たくさんの家では熱々の鍋を食べて年越しご飯の代わりにしているの。新しい一年の無事を祈って、日本人の習慣では一年の始まりに正式な服を着て神社へ参拝します。これを初詣と言います。日本の神社の入り口には漢字の門のような形の建物があります。これは鳥居といって、俗世間と神様たちのいる世界を分ける境界を意味しています。鳥居をくぐった後はまず手を洗うために手水舎へ行きます。ここで手を洗うことは身を清めることを意味します。それから参拝します。神様にお願いする前に賽銭箱に五円を入れるの。それはね、五円の発音と日本語のご縁がありますようにの発音が同じだから。神様と縁があったらお願い事がすぐに叶うかもしれないね。日本人の新年の初詣は、台湾人が春節に廟でお参りし平安を願う習慣と似ています。私が覚えているのは、子供の頃におばあちゃんの家に住んでいた時、年越しの頃におばあちゃんがほとんど毎日お参りしていたこと。大晦日にはみんなでご飯を食べる前にまず先祖のお参りをしたよ。元日は土地の神様、それから航海の安全を見守ってくれる媽祖という神様にお参りした。じゃあメイさんはお参りの方法を知っているの？実は詳しくないの。他の大人たちがするようにしたらそれでいいよ。ことわざでは神聖即霊と言って、これは誠意があれば願いが叶うという意味だよ。以前のお参りでは必ずお香を焚いて金色の紙を燃やしたけど、ここ数年は空気汚染の問題があって、多くの廟でお香を焚くことを控えるようにしたから、今は直接手を合わせてお参りするだけで良くなったの。玲子は以前のプレゼント交換の時にメイさんが書いた春聯をもらったことを思い出しました。前にメイさんが送ってくれた春聯だけど、福の字がとても綺麗だった。ありがとう。習字はもうずっと練習してないな。去年の春節に横浜の中華街へ遊びに行ったんだけど、ある店で福の字が逆さまに貼ってあったの。あれってなんでなの？実はあれはそのまま貼っても逆さまに貼ってもどっちでもいいものなの。
逆さまに貼ったら風太と言って福が来るという願いを込めるんだよ。そうだったんだ。じゃあ、姉さんは年越しの時にいつも何をするの？子供の時はお父さんが病院に連れて行ってくれて獅子舞の踊りを見たよ。おばあちゃんの家に泊まった時は親戚の子供と一緒に花火をしたり、あと爆竹を鳴らして遊んだよ。爆竹を鳴らしたの？爆竹の音って怖いから私にはできないな。たくさんのおせち料理以外には年越しの期間に台湾人はさまざまなお菓子や果物を用意します。親しい友達を招くことができるだけでなく、新春のお土産として渡すこともできます。またお参りの際のお供え物としての役割もあります。子供の頃おばあちゃんと一緒に年宝たちへと言って年越し用品を売っているマーケットに行ってクッキーとかキャンディーとかたくさん買ったよ。あとお茶受けの種もね。お客さんが来た時にはお茶や果物を出して、それから恭喜发财ポンパウナーライと言ってた。これを言わないとお年玉をもらえないからね。え、そうなの？いいね。さっき果物って言ったけど、リンゴには平安という意味、みかんには吉利と言って縁起がいい意味、パイナップルには台湾語で恩来と言って福が来て縁起が良く子孫が栄えるという意味があるよ。年越しの時の贈り物とかお参りの時によく目にする言葉だね。その他にも日本と同じで台湾人は年越しの期間は悪いことを避けるためにしてはいけないことがあります。どの年の年越しだったかな、不注意でコップを割ってしまったことがあったんだけど、その時お父さんがすぐにすいすい平安と言ったよ。また別の年越しの時に私がお年玉少なくて貧乏だって言ったら、おばあちゃんがすぐにトンイエンウチって言ったよ。それってどういう意味？年越しの時もし良くないことをしたり良くないことを話したら運が悪くなるの。さっき言ったお父さんやおばあちゃんの言葉は良くない運を持っていってくれる力があるんだよ。なるほどね。まだあるまだある。年越しの時は水をまいて掃除するとかゴミを捨てちゃいけないらしいよ。そうしたらいい機運とか財運が逃げていってしまうんだって。もしどうしても掃除する必要があるなら外側から内側にかけて履かなきゃいけないんだって。そうしたら外側にある金銀財宝が内に入ってくるからね。日本と台湾の年越しの習慣は多くの違うことがありますが、似ているところもありましたね。文化と文化の間には違いがあり、その文化には優劣はないことを私たちは知る必要があるでしょう。異なる文化を知り、学び、互いに尊重し合うことで、よりよく一緒に生きていくことができるはずです。思うんだけど、台湾の年越しって守らなきゃいけない習慣がたくさんあるけど、あったかい感じがするね。それに面白い。機会があったらまた台湾に来て旧暦の年越しを体験したいな。ぜひ来てね。あと一緒にランタンフェスティバルへ行こうよ。いろんなランタンがあってとても綺麗だよ。じゃあ絶対約束だよ。二人は指切り幻満をして
次の旧暦に会う約束をしました。新年は家族みんなが集まる大切な日です。またみずみずしい木に満ちあふれ新しい希望が始まる時です。お互いに新年の挨拶をしましょう。皆さんご一緒に、明けましておめでとう。新年快乐。明けましておめでとう。新年快乐。皆さんに良いことがある一年でありますように。終わり。